こんにちは、かおるんです。今日はね、久しぶりにラーメンの動画を撮影していきたいと思います。イエイ。そしてね、今日紹介する商品がこちらでございます。ドン、ニンニク盛りますか。豚園、イエイ。はい、このね、豚園なんですけど、なんとね、もやしを入れるだけで、作ることができるラーメンということで買ってまいりました。でね、もう用意するのがもやしだけっていうことで、もともと入ってるのが極太麺、チャーシュー、液体スープ、背脂、ニンニクがもう入っているということですね。で、食べ応えの極太麺 95g、 まあなかなかね、家で作るラーメンにしては多いんじゃないでしょうか。皆さんには今まで実際にね、ラーメンを食べに行く Vlog の動画だったり、あとは雷、富竹のラーメン、雷がとっても大好きなので、雷のラーメンをセブンイレブンで買ってきて紹介してきたり、あとはそれに伴ってセブンイレブンのラーメンを紹介してきたと思うんですけれども、今回はまああれですよね、お店で食べるやつと実際に買ってきて温めるラーメンのまあ中間ですよね。インスタントだけれども家で作って食べるラーメンということで、まあ、そのね、自分で作ること、温めるんじゃなくて自分で作ることでどのくらいのね、二郎系ラーメン、お店とね比べてどのくらいのラーメンが食べれるのかっていうのを調べていきたいと思います。それではね、早速厨房に行ってこのね、豚園作っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでね、豚園作っていきましょうか。まずはもやしを電子レンジにかけていきたいと思います。はい、もやしにラップをかけて、3分間今から温めていきたいと思います。次にお湯 500ml を沸騰させていきます。はい、お湯が沸騰してきたので今から焼き豚と麺、こちら入れていきたいと思います。そして5分間待ちます。はい、だいぶね沸騰してきたんで、今からこの豚園スープ、こちらを入れていきたいと思います。はい、スープをね入れることができたんで、今からこのね、麺と焼き豚が入ったこのスープをね、器の上に乗せていきます。次にね、もやしを乗せていきます。最後にね、背脂とニンニクを乗せて出来上がりでございます。はい、ということでね、完成でございます。それでは試食していきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでね、いただきたいと思います。いただきます。でね、なんと卵も用意してしまいました。やっぱり二郎系ラーメン食べるといったらね、オプションで卵をつけてね、後から絡ませて食べるっていうのがね、いいですよね。まずはじめにね、油が乗ったもやし食べていきたいと思います。油ともやしともにね、食感はいいんだけど、ちょっとね味が水っぽいかな。次に麺いってみたいと思います。麺はね、美味しい。雷の、セブンイレブンに売ってる豚ラーメンに似てる。美味しい。太いし、味もね、しっかりスープに絡んでて美味しいと思います。次に、焼き豚ですね。うん。焼き豚、味は素晴らしいと思います。ちょっとね、やっぱりインスタントだからっていうのがあるのかな。大きさがちっちゃい。今、一口食べただけにもう、半分ぐらいになってしまいました。まあ、美味しいね。味はいい、スープいい、すごいね、豚ラーメンに似てる。すっごいセブンイレブンの豚ラーメンに似てるわ。でもね、最高です。うん、やっぱりね、二郎系ラーメンはね、麺を卵につけて食べるの最高でございますね。今ね、半分ぐらい食べてみて思ったんだけど、量はね結構あります。はい、ということでごちそうさまでした。今回新しく買ってみたセブンイレブンの豚園さん、
動画いかがだったでしょうか。楽しめましたか。今回ね、総評して言いますと、作るのはねちょっと大変だけど普通に美味しいです。ぜひね、二郎系ラーメンを自分で作ってみたいという人はおすすめしたいと思います。で、あとスープ、麺ともに量は多いです。なんで普通にセブンイレブンでインスタントの豚ラーメンとか、あの富田のやつね、豚ラーメンとか一風堂のラーメンを買うよりもいっぱい食べたいっていう人はぜひね、この豚園さんおすすめしたいと思います。ただちょっとね、量的に多く食べれないっていう人はぜひ普通に豚ラーメンを買ったり一風堂のラーメン食べてみてください。そちらもおすすめしています。はい、ということでね、今日もかおりんチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、今回の動画いいと思ってくれた人、豚園のラーメン食べてみたいと思ってくれた人はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。